ティモシー・シャラメ。マンハッタンにある芸術系の高校、フィオレ・ロイ・チラ・ガーディア高校で学び、卒業後、コロンビア大学に入学。それから、ニューヨーク大学に通う。2018年、トロント国際映画祭でのシャラメ幼少期から、様々なコマーシャル出演を経て2008年に短編映画出演を果たし、翌2009年には、テレビドラマ、ローオーダーやテレビ映画。 ラビングレアに出演した。2012年に放映された、テレビドラマ、救命医』ハンクセルブ診療ファイルのシーズン4に4話出演し、さらに同年放映のテレビドラマ、ホームランドのシーズン2では副大統領の息子の、フィン・ウォルデン役を演じる。2014年の映画、ステイ・コネクテッド・つながりたい僕らの世界に、ダニー・バンス役で出演を果たし、同年に、SF 映画、インターステラーで、 主人公、クーパーの息子、トムの若い頃を演じる。それから2015年の映画、クーパー家の晩餐会にシャーロットとサムの孫、チャーリー役で出演している。2017年、ルカがダニーの監督の映画、君の名前で僕を呼んで、で主演を務めると演技を絶賛され、第90回アカデミー賞で、主演団優勝にノミネートされた。プリンス・オブ・ハリウッドに関するカテゴリー。 ありがとうございます。